遺産主体的書き素論の10回目の授業の補足をしていきます。まあ、補足といっても、この最後の部分の、このファセット定義不等式ですね。この部分の、お話を、最後できなかったので、この部分をやっていくということになります。で、この部分でですね、紹介したい性質っていうのがここにありまして、で、まあ、これ、今から証明はしていかないんですけども、これをご紹介すると。で、まあ、N は都市数なんですけども、この時に、ここの性質もいたしますと。N が4以上、都市数が4以上で、この部分巡回路除去制約っていうのを考えるんですけども、まあ、これ、各部分集合に対して、都市の部分集合に対して何か制約があるというものだったんですが、その都市の、数ですね、集合の要素数 S っていうのが2以上 N-2 以下の時には、この部分、巡回路除去制約っていうのは、ハミルトン平路多面体のファセットを定義するという性質です。で、ここで出てくるこのハミルトン平路多面体とかファセット、まあ、ファセットは前に出てきたんですけども、このハミルトン平路多面体とかですね、これは後で定義します。で、ファセット何だったかってことも後で復習します。で、このファセットを定義するっていうのがどういうことなのかってことも説明します。でですね、同じように、不指数 N が6以上の時には、最後にあったですね、不指不等式。これが、ハミルトン平路多面体のファセットを定義するということです。で、このファセットを定義するっていうのは、まあ、何なのかってことを後で説明しますけども、これはですね、この制約として、あるいはその切除平面として、これらの不等式、あるいは制約というのが非常に良いものである。あるいは、望ましい性質を持っているってことを、意味しているというふうに思ってください。で、なぜ望ましいのかってことも後で説明します。はい。で、じゃあ、ファセットの、復習なんですけども、その前に、都市多面集合、都市多面体の面というものがあったので、まずそれを、復習しましょう。ですね、都市多面集合 P っていうのがあったときに、その面っていうのは何だったかっていうと、その P に対する妥当不等式、アルファ点値 X、ダイナリーイコールベータを用いて次のように書けるものですね。まず、妥当不等式って何だったかっていうと、この妥当不等式っていうのは、この空間の中の、平板空間ですね。こういうものを、定義するということになっていたんですけども、その平板空間に、この P というのが、すっぽりと入っているというのが、この、不等式が妥当不等式である、P に対する妥当不等式であることの定義でした。で、その時に、これですね、この P と、この、不等式を統合で満たすような点 X の集合。だからこの図で言うと、この直線上ですね。一般的な次元で言うと、この長平面の上の点の共通部分。だからこの場合には、この点だけですね。これがこの P の面になると。で、そうすると、この P の面っていうのはこれたくさんあるんですけども、それ一つ一つのことをこう P の面と呼ぶというふうに言ってました。で、今、このですね、P の面っていうのは、ちょうどこの P という都市多面体、都市多面集合の頂点になってるんですけども、それはですね、この面の次元によってですね、名前が与えられるというふうな考え方をしていたわけです。で、特に、この次元が今0のところですね。自由度0。この点の上では、この点を外れてどこにも動けないってことで、これ次元0。で、そういうものは頂点と呼ぶと。面としてそういうものは頂点と呼ぶと。で、ここのようにですね、この一次元的、自由度1の部分の面のことを、辺というと。で、自由度がですね、多面体の次元マイナス1であるような、面のことをファセットと呼ぶと。だから、この今、3次元立方体の時には、P の次元が3。で、引く1なので、この F の次元、ファセットの次元、これ2になるんですけども、この2次元の面と。いうのが、この例においてはファセットになるということです。だから、もっと、次元が高ければ、例えば、10次元の多面体だったら、ファセットの次元は9になるということです。はい。で、これがファセットの定義です。で、そうするとですね、今、この、3次元立方体には、これファセットが6個あるということになります。で、別の言い方すると、この、都市多面体、3次元立方体というのは、6個のファセットに対応する不等式を、持ってきて、そのファセットの、を与える、不等式が定める、平板空間の共通部分として書けているというふうになるわけです。で別の言い方すると、この、で、この時にですね、この時にこのファセットを定めるような不等式のことを、この多面体 P の多面、都市多面集合 P のファセット定義不等式と
というふうに呼ぶということになります。はい。で、もう一つ、はじめの、ここでお伝えしたい性質のところで出てきた、ハミルトン経路多面体というものは何なのかというと、これですね、この、巡回性質版問題の、整数計画モデリング、モデルとして現れたこの問題ですね。で、この問題その変数としては、各、グラフの辺に対して変数があるという問題でしたけども、で、これの今許容領域を考えます。これですね。ここの、式を満たすような X というベクトル、X という点全体の集合ですね。で、それの突法のことを、ハミルトン経路多面体というふうに言います。これはですね、なかなかちょっと、まあ、これだから多面体だから本来はこうなんか図にして書いてあげるといいんですけども、これなかなか、次元の高い多面体になってまして、書くのが難しいので、まあ、このようなその抽象的な定義だけでちょっとお伝えするという形になります。で、これ多面体ですので、先ほど言っていたそのファセットというのも、いくつかあるわけです。まあ、たくさんあるんですけども、いくつかあるということになります。で、先ほど紹介したい性質として紹介したものをここに書いています。この部分巡回ロジック制約っていうのは、まあ、この条件の下では、ハミルトン経路多面体のファセットを定義する不等式になっていると。で、N が6以上の時には、駆使不等式もそうですよと、ハミルトン経路多面体のファセットを定義するような不等式になってますよということです。で、だから、これがなんでいいのかというと、先ほど言った通りですね、このファセットを定義する不等式っていうのは、この凸多面体を定義するために、まあ、必ず必要になります。それだけあれば十分ですし、それが必要になるっていう、面もあります。ので、ということはですね、今、この元々、この P っていう問題ですね。この問題を解きたいっていうふうに言ってたんですけども、それを、この、許容領域をですね、過不足なく、その凸法を記述しようと思ったときには、このファセットを定義する不等式っていうのは、これ必ず必要になるわけです。で、そういうものを、この、切除平面とかですね、追加する不等式として使えば使うほど、その、本来の、その、解きたい、P という問題の、許容領域の凸法に、まあ、近づいていくことになるので、まあ、追加する不等式としてはとても良いものであるっていうふうに、まあ、そういう意味で言えるわけです。ということで、この、性質というのは、この巡回、部分巡回路除去制約であったり、駆使不等式というのが、そういう望ましい性質を持っている。その、付け加えるものとして良いものなんだってことを示している性質となるということになります。でですね、このハミルトン経路多面体、つまり、先ほどの巡回性質版問題の、性質計画モデルの一つの許容領域と凸法のファセットを定義する不等式っていうのは、今ここでその部分巡回路除去制約と駆使不等式っていうのをまあご紹介したんですけども、それら以外にもたくさんあるってことがまあ知られています。しかしですね、この、ハミルトン経路多面体のですね、ファセットを定義する、不等式がですね、すべて知られているわけではなくて、未だにこの、ハミルトン経路多面体においては、どのような、ファセットを定義する不等式があり得るのかってことの、完全な必要十分条件っていうのは分かってないという形になっていて、まあそれがですね、完全に分かると、この、巡回性質版問題を解くことに対しても非常に役立つのかもしれませんけども、まあそこまで、まあ今研究は進んでないということになっています。はい。でですね、まあ今このファセットを定義する不等式って話をしたので、このまとめとしてですね、切除平面法なので追加する不等式に対して、こういう性質があるといいですよ、望まれますよっていうことをちょっとここでまず3つ書いてます。まあ、この、初めの二つというのは、望まれるというか、これは、このマストでですね、満たしてないと、一番ですね、一番はこのマストで満たしてないといけない性質で何かというと、解きたい問題 P の境界が全て満たしている、なくてはいけない。だから、この、なんか、この線形計画緩和に対してですね、こういうふうになんか、不等式を与えるんですけども、その時に、元々のこのですね、元々の問題のこの黒い点の部分が、この追加した不等式によって切り落とされない。ってことが、まず一番の重要な性質。で、これは必ず満たしてなくちゃいけない。そうじゃないと問題変わってしまいますからね。これ満たしてないといけない。で、2番の性質は何かっていうと、分離問題が簡単に解けるのが望ましいです。これはですね、その、部分巡回路除去制約の場合には最小カット問題という簡単に解ける問題に比較されるので、確かに分離問題が解けると、簡単に解けるって性質は成り立つわけですけども、駆使不等式の場合はこれがよくわかってないという話でした。で、3番ですね。これ最後に話した話で、今日はこの補足動画で話している話で、問題 P の許容領域の凸法のファセットを定義すると、この場合、この赤い方式っていうのはそういう、凸
等式、ファセットを定義する不等式になってるんですけども、それはですね、やっぱりこの、青い、ペオリフの素法っていう多面体を、記述しようと思ったら、必要なものですし、それで十分な不等式になっているので、まあそういうものが使えると、接上平面として使えると嬉しいですね、というような意味です。でですね、今日の話とか、この第10回の講義では、もっぱら、巡回性質満問題の話をしてきたんですけども、まあ、巡回性質満問題以外の問題でも、この追加する不等式です、ね、つまりこの、接上平面法であるとか、分子接上法であるとか、このファセット定義不等式としてどういうものがあるのかってことが考えられていて、よく研究されているということになります。で、まあ、この巡回性質満問題のですね、例で今日というか、この10回目の講義においては、このような手法がすごく強力なんだっていう、ことをお伝えしようというふうに思っていたんですけども、その手法というのは、他の組み合わせ最適化問題であったり、整数計画モデルとして、形式化された、最適化問題に対しても非常に有効ですので、まあ、皆さんの手持ちの問題でもですね、そういうような形の考察ができると、もっと効率よく解けることになるかもしれないということになりますので、ぜひ、皆さんも、研究の中でそういう視点を活かしていってください。はい。では、今日の補足動画はこれで終わりになります。ありがとうございました。